デビー・クロケット・デイビッド・クロケットは、アメリカ合衆国の軍人、政治家、テキサス独立を支持し、アラモの戦いで戦死した、アメリカの国民的英雄である。一般には、デイビー・クロケットとして知られる。クロケットは、フランクリン国グリーンコロニーで9人兄弟の第5子として生まれ、十分な教育は受けられなかったという。1813年には、州の民兵として、 後の大統領アンドリュー・ジャクソンの下でインディアン討伐に従軍した。1826年、1828年、1832年には合衆国会議員にテネシー州から当選し、不法滞在者の権利獲得に尽力した。1833年には自伝も出版し、一躍有名人となったが1835年には落選した。クロケットは 会員議員時代に信仰を深めたサミエル・ヒューストンにも影響され、1836年1月14日には、テキサス暫定政府との書類に調印し、テキサス革命に正式に参加、2月6日にアラモの守備のためサンアントニオに到着した。2月23日から開始されたアラモの戦いでは、指揮官、ウィリアム・トラビスの下、教会前全面の木策の防御を担当していた。しかし、 ジェームズ・ボーイの病状悪化や援軍が来なかったこともあり、3月6日にアラモは陥落した。クロケットはメキシコ大統領サンタ・アナに捕らえられ処刑された。アライグマの毛皮の帽子堂時代から型破りな西部開拓地の人気者というイメージが存在し、今でも語り継がれている。動物の皮から作られるスキンキャップを好んで被っていたため、クロケット帽という帽子がある。 3歳で熊退治をしたとする伝説は歌にもなり、アメリカでは有名。1826年、クロケットは選挙に当選するために演説を行った。そこで彼は自分がどれだけ素晴らしい人間か、そしてどれほど強いのかを語った。しかし、そこで聞いていた一人の人から、それほどあなたが素晴らしい人間なら我々を酒場に連れて行って、ラム酒をおごってくれよと叫んだ。 クロケットは会員に参加する野望を諦めなたくなかったためやもう得ず群衆を酒場へ連れて行ったもののクロケットは金を持っていなかった彼は酒場の主人ジョブに金は今度払うから一番上等なら無視をくれないかと頼んだけれどもジョブはそれを固く断ったためクロケットは群衆に少し待っているよう伝え外に出たしばらくしてクロケットはアライグマの毛皮を持って現れた 彼は射撃の名人だったので毛皮に穴は開いていなかった。クロケットが毛皮と上等なラム酒の交換を頼んだら、ジョブはあっさりとその交換を受けた。かくして群衆は上等なラム酒を奢ってもらったわけだが、それがあまりにも美味しかったためもっと欲しいと言った。クロケットはジョブがよそを向いている間に手の届く場所にあった毛皮を素早く取り、また上等なラムと交換した。 信じられないことに、クロケットはこれを、あと10回も繰り返した。群衆ももちろん気づいてはいたが、彼がジョブを10回も騙したので次の選挙で彼に投票することを決めた。そして選挙でクロケットは当選し彼の夢は叶った。クロケットとアラモの戦いは何度も映画化されている。デイビー・クロケットの歌カントリー音楽、もしくはフォークソング。百五十五年に、ビル・ヘイズ。 フェスパーカー、テネシーアーニーフォードの共作によりヒット。多くの歌手にカバーされている。日本語でもカバーされ、複数の日本語歌詞がある。ありがとうございます。